いつもロペチューンをご覧いただきまして誠にありがとうございます。最近ですね、ロペライオチャンネルはポジティブに、サブチャンネルはネガティブに、なんかそんなレビューになっているような気はするんですけどね。どうでしょうね。で、今日はですね、こちら、ロペライオ埼玉店にあるですね、R8、こちら V10 のモデルですね、はい、こちらをご紹介させていただきたいというふうに思っております。はい、あの R8 ね、僕が現役でやってた時はですね、やっぱ故障多いイメージあったんですよね。今日も生電話やりますよ。はい、で、あのロペライオチャンネルでも R8 って何度か登場してるんですけども、はい、よくよくそれを視聴されてね、あのご来店いただいてご契約いただいたお客様から言われます。はい、川久保さん、あ、川久保さんじゃないですかみたいな、 R8 見ましたよって、 ありがとうございます、ずっと言ってましたね。失礼しました。まあ、いい意味で普通でしょうかねみたいなことをたくさん言われましたね。なるほど。はい、まあ、そんな R8 なんですけど、はい、あのまあ、今回 5.2 ってことは、まあ、ガイルドエッジに積んだ V10 ですね。はい、でこちら馬力がですね525馬力のモデルです。はい、ちょうどこちら後期と前期であるんですけど、この前期ロット見てください。なんか顔違いません？このヘッドライト周り、ここがね黒くなってるとだいぶ印象変わるんですね。こちらメッキ、ね、こっちが普通のねバージョンでね、うん、でこちらはカーボンブレーキもついてて、はい、ねね、プライスとしてはこれ2010年モデルとか ね、 ねになりますので、ちょっと価格設定的に880万円とお安くご案内させていただいてますけども、まあ、今日走るのはねこっちの後期型試乗していきたいというふうに思います。はい、どうですか神村くん、あの、はい、R8 って、はい、まあ、故障もそうなんですけど、はい、どんなイメージありますか？結構クロートな方が選ぶ車っていうイメージ。あ、まあ確かにね、スーパースポーツカーですけど実用性もまだ全然あるみたいな、うんうん、ってなってくると911じゃないですか、そういう車ってじゃなくてこっちを選ぶっていうところになんかクロート感が出るという。なるほど、はい、まあ通な感じはするよね。はい、で私も、はい、販売したお客様で1人のお客様に3台 R8 を納めましたね。すごいですね。 4.2 と V10 とスパイダーとわー、ね、ご購入いただいたりっていうのはありました。はい、でちょっとねこっちをぐるっと見てサイドを回っていくとね、ブレーキキャリパーは赤になってて、このホイールかっこいいね、これいいですよね、艶消しのグレーになってて、うん、でカーボンのドアミラーがついてて、ここもインテークのところもカーボンになっているよと。はい、あとはちょっと内装ですね、はいはい、こんな感じですね、赤レザーだね。お、ステアリングも赤、シフトノブも赤、だいたいステアリング黒が多いんだけどね。でサイドブレーキも赤、なかなか珍しい仕様です。はい、ということで早速今日こちらを乗っていきたいと思います。はい、では出発します。はい、これですよ、このギア、ね、これでオートマ切り替え、ニュートラル、バックバック。入社した時これが分かんなかったね。SMG みたいな感じで。そうなんですよ。あ、すごいね、これエアコンの引き出し口も赤、こだわってますね。赤につながったシールですね。川越さん現役時代これの1個前をよく、そうだね、4.2 言ってらっしゃった。 V8A よく販売しましたよ。なんか故障が結構大変だったイメージあったんですよね。なんかね、外れの車は、はい、なんか外れって言い方失礼ですけど、もうね連チャンして故障。そうですね、なんですよ、当たり個体はずっとなんか長く乗っていけるイメージあるんですけど、そうそうそう、全然大丈夫なんだけどね。それこそミッションがダメになっちゃうとか、パワーウィンドウ動かない、あとはなんかいろんな警告灯がついたっていうのがね、あったんだよね。そうですね、故障で全部直させていただいたんですけど、うん、なんでこの個体はそんなにみたいな。あとね、ちゃんとディーラーさんで1年点検出して、はい、結構そこでもお金かけてやって、はい、お母さんが戻しして直後に煙吹いちゃうと、はい、何百万でしたよ。みたいな。え、ご担当加工さんですか？いや、私ではなかったんですけど。なるほど。報告書を見て、と思って。それもね、保証入ってて、はいはいはい、保証だったんですけど。いや、保証あれだって、いやでも保証入ってる入ってるしかけらしい。そんな保証あんのみたいな。普通にびっくりしますね。だから今日も事前にうちのサービスフロントに電話をしてきて、はい、今日歩いてやるんだけどいいって言ったら、うん、任せてくださいって、ね、マジだ、やっぱあるよねみたいな、そんな印象でしたね。乗りやすいな。すごい、なんというかスムーズな加速というか、うん、あ、なんかすぐ慣れる。
これがちょっと電気だともっとギクシャクするんですけどね。うん、確かにちょっとミッションがね、はいはい、後期だとかなりスムーズ。あー確かにね、はい、乗り心地も悪くないね。いいですよ、むしろ。あとなんか欲も悪くもなんだけど、スーパーカー乗ってるって感じが他のスーパーカーより少ないというか、確かに、なんか割と普通な乗用車運転してるんじゃないかっていうような、まあ言えればギャップもなく、そうだね、正統派ですよ。いけるんです。某モータージャーナリストの方がこの 4.2 のマニュアルを探してる。あ、そうなんですね。 4.2 のマニュアルが面白いって言ってて、で四駆なんだけどやっぱドリフトするに結構持ってこいらしくって。あ、そうなん。そう、面白いって。確かにこれちょっと面白いわもう一回踏みよう。いい走りだよ。いいですね。あとなんかね、気持ち、はい、的になんかそんなオラオラしないもん。確かに、なんかフェラーリランボ乗るとちょっと気持ちも高ぶっちゃって、ちょっと踏んじゃおうかなとかパーンとかで無駄に吹かしてみようかなってあるんだけど、はい、ナウディの人ってそういうのないね。純粋にやっぱ走りを楽しもうみたいな、そんな感じがする。フロントフェイスも全然オラオラしてなくて、うん、むしろ硬派と言ってもいいのでは。そうなんだよね、感じなので。アウディ、まあ、結構割と高評価のパターンが多いっていうイメージなんですけど、ね、どうでしょう、歴代アウディを見て。いや僕ね、RS とか R モデルはめちゃくちゃ好きよ。最初は割と食わず嫌いというところもあって、アウディってそんなにね、あんま好きじゃなかったのよ、入社した当時とかは。なんだけど RS のモデル6とか出た時に、はいはいはい、当時ね2003年4年ぐらいかな、そっからもうねアウディの見方はもっきり変わったねあの420馬力とかのエンジン積んで世界最速ワゴンって言われたワゴンもね、アウディ作ってね、乗っててすっごい面白くて。あとは TT がねデビューした時もそうだけど、 TT は流行りましたからね。で今でもさアウディね、この間もさ、はい、イートロンにありましたけど、そうですね、やっぱり最先端じゃない。アニメーションがあったりだとか乗ってもめちゃくちゃ速いし、変わったよね。本当ブランディング一つで全然見え方変わるよね。本当にアウディはブランディングがうまいですね。はい、僕が販売してた当時2003年4年ぐらいの時は、はい、このマークを見ると、はい、嫌だって言われた時あったお客さん、アウディとかどうですかって言ったら、マークがあんま好きじゃないって。あでもちょっとその時は少し、あ分かる気もするって思ったんだよねなるほど、今はさそんなこと言う人まずいないでしょ。まあまあまあ、アウディのマーク見てマークがみたいな、はい、確かに言われてみればそのドイツのメーカーベンツだったりポルシェだったり BMW だったり、その辺に比べるとなんか昔はそこまで知名度はなかった気がするんですよ。なんかね、だってまあね、ランボルギーニ買うかアウディ買うかみたいな、そういう選択肢になるわけよ今って言ったら。確かに当時は本当になかったあでもちょっとなんかあれだね、踏むと右に流れてきそうな感じがする。ただちょっとバタつきますね。なんかね、僕の運転スキルの問題なのか。いやこれくらいの音で十分なんですよ、まあ、ランプになると硬くなって音もすごくなってしまうかもしれないけど、はい、まあねそれがいいって方はいいかもしれないけど、はい、なんかちょっと大人に乗りたいんだったらやっぱり R8 いいかもしれないですね。あとあのね、もうすぐ到着するんで、はい、今日もね7年は行ってきたいと思います、はい、前回ねマクラーレンの MP4 やりましたけど、コメント欄がすごく面白くて、ね、やっぱイギリスの車部品が届かないあるあるなんですみたいなお話させてもらったんですけど、やっぱイギリス在住の方からで、ね、はい、コメントいただいて、いや当たり前じゃないですかみたいな頼んだもの来ないですよみたいな日本人は自分に厳しく他人に厳しくだけど、イギリスは自分に優しく他人にも優しくですよね、はい、だから別に届かなくたって別に何も言わないっすみたいなでもまあそんなアウディですね今日はね、はい、故障あるある電話してみたいと思います、はい、では、はい、行きましょう。なんとなくあれと分かるんだけどな。では電話いたします。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今お電話よろしいでしょうか。はい、はい、大丈夫です。 ありがとうございます。本日もですね、はい、待ちに待った生電話の企画でございますありがとうございます。お楽しみコーナーです。お楽しみコーナー、はい、で、はい、一応事前に共有しました今アウディの R8 に乗っておりましてですね、はい、まあ、はい、R8 の故障あるあるこのあたりまたお話をお伺いできますでしょうか。ぶっちゃけ申し上げますと R8 の入庫がそこまで多くはないんですね。お
おお、そうですか。そうですね、はいはい、年間で言っても多分6、7台くらいかなと。はい、あまり故障がないということ。もう一つあるとは思います、はいはい、これから発表させていただく内容からいくと、うんうんうん、あまり大きな故障というかよくある故障っていうのはそこまでないので。あ、そうですか。はい、やっぱたまたまっていうのは。せっかくだったんでメカニックに R8 ってなんかあったっけってお話をしたところ、はい、いやって言って止まってしまったくらいなので。よかった。じゃあ今日はこのままね。高額ありますよ。そうですよね。はい、じゃあちょっとなんか、じゃあ、うん、とても印象に残ってる整備からお願いできますか。そうですね、まあ、はい、エンジンがガヤルドと同じですので、はい、まあまあ似通った修理が多く、エンジンオイルポンプですね、うん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 、そこからのポンプからのオイル漏れというものが過去2台ありました。ああ、まあでも2台ね。で、部品がまあ高くて、うん、55万円。そんなするの？オイルポンプだってこと？はい、そうです。そんなする。で、交換工事も15万円近くかかる。合計でいくとやっぱ70万円近くかかってしまうから。なるほど、高いね。はい、そうですね。これはよく、まあ、ダイヤルドでもとか、うん、裏感でもちょくちょくあるような修理ですね。あとは高額でいくとエアコンのコンプレッサーがよくダメになります。ああ、そう、エアコン、もうエアコンが効かなくなってしまう。もう冷風が出ない。これがまあまあ大変で、エンジン浮かせなきゃいけないんですね。おお、はい。で、ギアボックスも外さなければいけないっていうのがありまして、うんうん、部品代はおおよそ35万円ぐらい。ただ工賃が25万円近くかかりますので。なるほど。合計でいくとおよそ60万円くらいかなと。なるほどね。なかなかするね。そうですね。でもエアコン頻度は少ないと思うんですけど。なるほど。あと最後は、まあ、サスペンションからのオイル漏れですね。まあ、これはもうスーパーカーあるあるというか。ああ、そうなの。だってエアサスではないよね。エアサスではないです。ただ、ショックからのオイル漏れというものは、結構あります。あ、そうですか。で、サスペンション自体は4本同じ金額なんですけども、はい、2年くらい前に交換した時で1本32、3万円くらいだったんです。あ、いいお値段ですね。それマグネティックライトとかではなくて。両方です。あ、そうですか。はい、ただサスペンションに関しては社外品はそれは出てるので、はい、およそ20万くらいで1本買えたはずですね。なんで3分の2くらいの金額では入手はできるかと、社外品。ああ、そうですか。まあそのくらいってことですか。そうですね。あとはまあ面倒くさい作業としては、バッテリー交換がものすごく面倒くさいっていうのは、はい、あれ、これバッテリーって前フロントの、うん、まあ、ボンネット開けると、うんうん、中にトランクというか、うんうん、ボックスがあるんですけども、はい、それを外した奥にあるんですね。ですのでものすごく手間がかかるっていう。それはガヤルドも一緒なんですけど、あ、はい、それが、まあ、交換工賃で、およそ4万円くらい。あ、でも4万円。え、部品も、はい、バッテリーが約6万くらいなので、まあ、10万円前後。結構すんね、バッテリー。そうですね、 F8 の方が安いじゃない。この間のこの間の F8 は社外品もあるので。あ、はい、ただ F8 はバッテリー自体も安かったんで。ね、でもそのコメントを僕見て、はい、ディーラーさん行ったら8万取られたんですけどっていうコメントがね、あって、やっぱうち安いんだなと思った。はい、私も見ました。そうね、なるほど。じゃあそのくらいですか、あれとは。そうですね、大きなところとしてはそれくらいですね。あ、いや、あのね、はい、実は今日これを収録するときに、まあ、はい、私が以前販売した R8 で、初期ロットの 4.2 の V8 だったんですけど、とにかくね、なんかね、故障が多くて、はい、もうミッションの警告もついて、ミッション足交換だったりとか、なんかパワーウィンドウが上がんなくなったとかね、はい、なんかね、トラブルが続いてた車があって、で、まあ、最近の車はそこまでのあれだね。そうですね、うん、確率からいくとよくできた車で修理も少ないかなっていうイメージではあります、うん、メカニックとしても。あ、まあまあ良かったね、安心して買えますね、はい、まあでも保証が入った方がいいですね。保証はもう入った方がいいです。一発はやっぱ大きいんで、うん、そうだね、わかりました。ありがとうございます、はい、いつも。はい、ではまた来週もよろしくお願いします。じゃあまた次の車お待ちしてます。ありがとうございました。はい、はい、お疲れ様です。意外でしたね。で、今価格も1000万円切って、これは走行1万2000キロ、後期モデル。いいじゃない。
いいな、でもエアコン出なくなったって言って、70万円とか60万円みたいな、高いな、本当ね、だから本当保証は入った方がいいですね、はい、高いかもしれないけど、一発なんかあれば元取れるということでね、おすすめいたします、はい、ということで今回は2015年式のアウディ R8 の 5.2V10 をご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。